優先度ベースの接続の接続方法ここでは要素を接続して優先度ベースの接続を実行する3つの方法をご紹介します1つ目は基準選手法ですこれは壁と梁に使用し以前の Archicad バージョンから導入されています2つの壁または 針の基準線がが接接続続ままたは交差すすると接続が自動的に作成されますこの手法は壁と壁および針と針の交差部にのみ使用できます2つ目は最もよく使用される手法である干渉手法ですこの新しい手法では干渉する要素間の接続が自動的に生成されますこの接続は 交差の優先度に基づいて作成されます交差の優先度は複合構造の基本要素または要素の層に割り当てられたビルディングマテリアルによって定義されます以前のアーキキャドバージョンにも類似した手法がすでにありました以前は壁、柱、梁、スラブに使用し塗りつぶし単位では使用できませんでしたが 今回は要素の層ごとに使用できるようになりましたこの新しい干渉手法は壁柱梁スラブにも使用できますこれらの要素のボディが干渉すると交差の優先度に従って個々のすべての塗りつぶしの交差部が処理されますただし接続を確立するには 干渉する要素のレイヤーに同じ交差グループ番号を設定する必要があります。3つ目は、接続コマンドを利用する手法ですこの手法では屋根シェルモルフと他の使用可能な7つの要素タイプの要素との接続を明示的に作成できます接続コマンドを使用して接続する要素間の 優先度ベースの接続を自動的に実行できます。